まだ？サプライズ。パーティー始まってもう3分は経つんですけど。マモン、ずいぶん落ち着かないな。そうか？まあ無理もないよ。マモンは一刻も早くあいつに会いたいもんね。あ、いや別にそういうわけじゃねえし、ベールが食い物全部食べきっちまうから心配してたね。うまい、うまい、素直じゃないね。会いたいって言えばいいのに。だから違うって。ちょっとみんな、もう少し普通におとなしくしとかないと。僕たちはあいつがサプライズで現れることは知らされてないんだから。確かにお前の言う通りだ、レビアタン。だからその貧乏ゆすりやめろ。みんな、段取りは分かってるよね。僕たちは一旦驚いたふりをして、その後メッセージ入りのぬいぐるみを逆サプライズでプレゼント。うん、我ながらナイスアイディア、天才。そして美しい。美しいは今関係ないと思うけど。にしても大変だったな。メッセージを聞いてみたら全員むちゃくちゃだから、結局直前にそれぞれ録音し直して。お、バルバドスが出てきたぞ。ようこそお越しくださいました。本日は皆様にお楽しみいただく趣向としてスペシャルなサプライズゲストをお呼びしております。サプライズ、誰だろう、全くわからないな。本日のスペシャルサプライズゲストはこちら。ディアボロ殿下です。あいつが来るって言ってなかったか。あいつじゃないのか。どういうことだ、アスモデウス。だって兄弟が喜ぶサプライズって言うから、てっきり裏を取ってなかったのか。ああ、なんだよ、会えないの。はあ、っていうかなんで殿下がサプライズ。主催者である私がまさかのサプライズゲスト。リトル D から聞いた時はどうかと思ったが、驚いてくれているようだね。はい、兄弟たちからあんなに大きな声が上がるとは。サプライズ大成功ですね。それで声が出たわけじゃねえんだけど。なるほど、サプライズというのもなかなか楽しいものだな。またやろう。ところが坊ちゃま、これで終わりではございません。ん？実は直前に兄弟たちから提案がありまして、なんと坊ちゃまへのサプライズプレゼントをお預かりしています。ん？この展開まずいんじゃないか。プレゼント？はい。待て待て、ということは兄弟たちは私がゲストだということを知っていたのか。そう、逆サプライズというものです。それはつまりみんなで私を騙したということなのか。え、いや、あれ、なんか雲行き怪しくない。これはやべえんじゃねえの。逆サプライズですから、悪意を持って坊ちゃまを騙そうとしたわけでは決してありませんよ。でもせっかくみんなを驚かせたかったのに。とにかく坊ちゃま、まずはメッセージを聞いてみませんか。いや、ディアボロ、そのメッセージは聞かない方が。わかった、とりあえず聞こう。詳しくはその後じっくり聞かせてもらう。はい、では早速聞いてみましょう。あっちゃー、元気出せバカ。お前にはこの俺様がついてるってことを忘れんなよ。バカ、俺様。ん？あ、いや、その…次会うときは朝まで一緒にゲームしような。ヘナチョコゲーマーのお前には絶対に負けないけど。ヘナチョコ？あ、今度会ったときはギュッてしてあげる。大好きだよ。ギュ？大好き？たまにはね。ねえ、あんたのこと考えてたら眠れなくなっちゃった。
今度一日中僕と一緒に昼寝しよう。一緒に昼寝。食べてる時以外はずっとお前のことを考えてるんだ。困った。お前の食べる姿が頭から離れなくて余計に腹が減る。え吐きそう。そろそろ俺に会いたくて寂しくなってきた頃だろう。君のことなんて手に取るようにわかるよ。会いたくて寂しく。これだけは忘れるな。お前はもう俺たちの家族だ。寂しくなったらいつでも俺たちを呼べ。ええ、そんなに。ルシファー、なんだこれは。いや、ディアブロ、違うんだ。このぬいぐるみは最高じゃないか。傑作だよ。逆サプライズ。